ジュゼッペ・ガスパロ・メゾファンティは、イタリアの数奇教、言語学者。メゾファンティは、身分の低い家庭に生まれたが、幼少期から優れた記憶力と音感を持ち合わせ、特に外国語習得に関しての才能は、並外れたものだった。メゾファンティは、ボローニャにある、子供たちに、信仰や、文字の読み書きなどを教える学校に通い、教皇寮からやってきた多くのイエズス会宣教師と、 交流した。彼らと会話を交わすうち、スウェーデン語、ドイツ語、スペイン語、その他南米各地の様々なスペイン語方言をすぐに覚えてしまった。現在使用されなくなった言語も学校で習得している。神学校で哲学、進学を学んだが、司祭になれる規定の年齢よりもはるかに若い年齢でそれらの習得を終えている。その期間に、 東洋言語の学習にも励んだ。1797年、23歳で司際に除解され、ボローニャ大学で、ヘブライ語、アラビア語、東洋言語、ギリシャ語の教授を務めた。1799年から1800年まで、ナポレオン・ボナパルト軍との対立で負傷した、外国人を病院で援助し、交流しながら、他のヨーロッパ言語を習得した。その後、 街を訪れる観光客、旅行者を対象とした、調剤司教となった。1806年、ナポレオンからパリに定住しないかという提案があったが、それを断っている。それ以前にも、チザルピーナ共和国に対する宣誓を拒否し、同様に1814年、ローマ教皇ピウス7世の誘いを断っているが、1831年、ローマ教皇グレゴリウス16世による、 不協商省での活動に関する申し出は受けている。ローマのような国際色豊かな都市で様々な宣教師や学者たちと交流を重ねるうちに他の言語も次々に習得していった。それまで言語を学習してきた中で実際に困難を伴ったのは中国語のみだが、それでも流暢に話せるようになるまでかかった期間はわずか4ヶ月だという。 以前モナコの宣教師だった、ウンピエレス司教と不協商省の語学教師は以後、ジュセッペと中国語で会話をし、彼の中国語学力を公的に認めたという。グレゴリウス16世はメゾファンティと親しくなり、1838年2月12日に行われた数奇教総会議にて、彼に数奇教の地位を与えた。1849年、メゾファンティは、 ローマで息を引き取った。彼の慰霊碑は、ローマ、三尾の振りをアルギアニコロ教会に収められている。メゾファンティは、基本的に特別な野心を抱くことのない人物だったが、魂への気遣い、大学での教え、日々の言語習得に関しては、熱心に取り組んでいた。同時代の著名人が数人、彼について証言をしている。ありがとうございます。